目とかをブルーでまとめているので、そっちに重心を置きたかったので、今回はチークはちょっと薄めにしていきました。こんにちは、みなゆいこと南方ゆいです。普段は青文字系のモデルをやっています。そして最近カラーメイクが気になるということで、今回はブルーのカラーメイクをやってみました。皆さんぜひ見てください。どうぞ。今回使用したカラコンはヴィーナスアイズさんのメガミルキーブルーです。カラーメイクのブルーだったので、カラコンもブルーのカラコンにしました。次にイプサさんのベースを塗っていきました。これはコントロールカラーのベースなんですけど、ブルーのお色味の下地なので、今回ブルーなので全体的にブルーにしようと思ってこれにしました。でもこのブルーの色を使うと結構肌が透明感も出るのでおすすめです。次に RMK さんのジェルクリーミーファンデーションを塗っていきます。これはいつも使っているんですけど、さっきブルーの下地を塗ったので、いつもよりも薄めにちょっと広げていくとマッチしやすい、肌なじみが良くなりやすいので、薄くまんべんなく伸ばしていきました。次にメナードさんのリクイドコンシーラーを使っていきました。やはり私はクマがひどいので、それを隠すためにこの筆のタイプのコンシーラーでクマのところを逆三角形みたいな形に塗って、手でポンポンと伸ばしてクマを消していきました。お次に AC パウダーを顔にまんべんなく塗っていきました。粉は私は多めが好きなので、結構多めにポンポンとまんべんなくのせていきます。次にアイブロウは K パレットさんのこの筆のタイプのアイブロウを使用しました。これは筆タイプなので、なんか力の強さによって濃くなったり薄くなったりっていうのもあるので、今回はちょっと透明感重視にしたかったので、この毛の先っぽだけを使うイメージで軽く薄く平行に伸ばしていって、山からちょっと下げるみたいな感じで、いつもより細い眉毛をイメージして描いていきました。次にアイブロウマスカラはキスミヘビーローテーションさんのものです。こちらはアッシュの色合いなので、アイブロウの筆の色と合わせた色を使用しました。結構眉毛の生え方と逆からこう塗っていった方がいい色がつくっていうのあると思うんですけど、私は眉毛の生えてる向きのまんま塗っていった方が結構整うと思うので、私はそうやって塗っていっています。次にインテグレートさんのミネラルファンデーションをコンシーラーとして使いました。先ほどクマがひどかったコンシーラー塗ったんですけど、その上にさらにパウダーを重ねることによって自然にもっと隠していけるので、上から薄く重ねていきました。次にキャンメイクさんのジューシーピュアアイズの8番を使っていきました。この真ん中の薄い水色をアイホール全体に指で伸ばしていきました。チップよりも指を使った方が結構ラメも乗っかってくれるので、アイホールの時は指でつけていきました。次にアイカラーをラデュレさんの7番のパレットで塗っていきます。真ん中の青い色を目尻の3分の1ぐらいにのせていきます。両目とも、この外側に濃い色をのせることによって目が大きく見えるので、外側の3分の1のところだけに濃いめの青をのせていきました。そしてこの一番端っこのネイビーっぽい黒に近いブルーを下まぶたの目尻の3分の1ぐらいにして入れました。これもデカ目効果もありますし、ちょっと私目尻の方がちょっと上がってるので、垂れ目っぽく見せたい人もここに暗めの色を入れるとそう見えるのでやってみました。
そして先ほど使ったキャンメイクさんのこのアイシャドウのまた同じ真ん中の色を涙袋にのせていきました。涙袋にラメをのせるとデカめ効果もありますし、今回ブルーがテーマだったのでブルーのキラキラなラメが乗ることによってやはり透明感も増すと思うので涙袋にたっぷり塗っていきました。次に資生堂さんのビューラーでまつげを上げていきました。今回はつけまつげをつける予定だったのでちょっと馴染みやすくなればいいな程度で、あんまりまつげは上げたくなかったので2回ぐらいに分けて自分のまつげを、ほんのり上がるかなぐらいでやっていきました。次につけまつげをつけます。ダイヤモンドラッシュのセレブを使ったんですけど、ちょっとカットしたものを使ったんですよ。で、目頭の2束ぐらいいつも切ってます。で、切ってから目頭をちょっと開けて目尻寄りにつけると馴染みやすいので、そういう風につけてきました。そして最後になんかつける角度によっても結構印象が変わっちゃうので、結構バサバサめのまつげなので上に上がりすぎないように下に向けるのをちょっと心がけてつけていきました。次にKパレットさんのブラウンのアイラインで地まつげとつけまつげの間を埋めていきました。で、先ほど目頭のつけまつげ切ったので、そこの部分はアイラインでちゃんと描いてあげて馴染みがいいように描いていきます。次にマスカラを塗っていきました。モテマスカラ2016のネイビーのマスカラを塗ってきました。これは結構繊維も入ってるのにボリュームも出るという感じで、黒のマスカラよりもネイビーのマスカラの方がカラーメイクに合ったので、こちらをまんべんなく上下に塗っていきました。お次にシュウ上村さんのメタルインクアイライナーのブルーを使っていきました。カラーメイクブルーにしようと思ったので、やっぱりラインはブルーでないとと思ってこちらの色を使ったんですけど、結構ラメが強い激しめなので、これは目尻だけにワンポイントみたいな感じで描いていきました。で、結構ラインの描き方は羽でもタレでも合うとは思うんですけど、まつげが濃いとタレだとそんなに目立たないかなみたいな感じだったので、私はちょっと跳ね上げみたいな感じのラインにしてきました。お次にチークを塗っていきました。チークはジル・スチュワートさんのものなんですけど、これは4色のパレットなので4色全部混ぜて、控えめにいつもチーク濃く入れちゃうんですけど、私今回は控えめに黒目の下と鼻の横とこう交わるところらへんにポンポンと乗せていきました。目とかをブルーでまとめているのでそっちに重心を置きたかったので、今回はチークはちょっと薄めにしていきました。次にハイライトを塗っていきます。ルナソルさんのものなんですけど、白と青みがかった白とラメが入ってるハイライトで、それを全部混ぜてクマのところと鼻筋と顎とまぶたの上、眉毛の下に塗ってきました。これをやることによって立体感も出ますし、ルナソルさんのハイライト自体がちょっと青みがかってる色も含まれているので、統一感を出すためにいろんなところにのせていきました。最後にリップを塗っていきます。エチュードハウスさんのディアダーインソーダティントを使いました。これもブルーの色で白みがかってるのでどうなるのかなって思って買ったんですけど、ティントなので時間が経つにつれて色が濃くなるんですけど、最終的に青みピンクになったので、やっぱり青いブルーラインとかアイシャドウとかには青みのピンクが合うのでこちらにしました。ヘアアレンジなんですけど、今回はブルーメイクだったのでちょっとブルーが入ってるウィッグをかぶって、あとはちょっと可愛い系にもしたかったので大きめのリボンをつけて2つに結んで、結び目がゴムが見えちゃうのでそれを隠すようにこうウィッグの毛でぐるぐる回してピンで留めるという簡単なアレンジで仕上げました。皆さん、
ブルーメイクいかがでしたか？今回はウィッグもブルーっぽく合わせて、お洋服もロリータのお洋服でやったんですけど、地毛と合わせたりとかしたらもうちょっとナチュラルな感じにもなると思うので、どっちでも楽しめるような感じに仕上げたので、ぜひ真似してみてください。そして他の動画もあるので、ぜひぜひ見てください。ではバイバーイ。